テレタマ公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。日本プロ麻雀協会の市井裕太です。本日も始まりましたテレタマ麻雀教室なにきる講座、本日は上級編の丸1番を、行いたいと思います。上級編は、略牌も完璧に言えるぞと、点数計算も結構できるぞという方向けの、応用編になっておりますので、ごゆっくりご覧ください。それでは早速本日の問題を見ていきましょう。こちらです。はい、こちら全て、ね、欲しい牌のように見えるんですけども、この中から一つ捨てなければいけません。さあ、この中で何を捨てればいいのか、上級編ですので少し難しくなっております。それでは早速答え合わせをしていきたいと思います。はい、現在ですね、3枚組を作る牌がですね、なんと6種類あります。はい、ね、マージャンというのは3枚組を4種類と2枚組1つ作るゲームですので、2種類も多い形になっております。はい、ただこの中で絶対に捨てない牌というのは多分何個かあると思います。はい、というのがこのチュンの頭、この6、9の両目待ち、4、7の両目待ち、この3つはですね、やはり捨ててしまうともったいないかなと思います。はい、残ったこの3種類なんですけども、麻雀というのは頭がやはり1つでいいので、チュンも含めると頭がたくさんあるように見えてしまいます。なのでこの中から1つ捨てればいいんですけども、チュンは先ほど除外しましたので、このうちのどれかですね、はい、何個か好みが分かれると思いますが、間違った方の中では実は3を捨てる方は多いんではないかなと思います。はい、3を捨てておくと両目待ちにもなりますので、いい形にはなるんですけども、実は正解はこちらのリャンマンです。はい、それはなぜかと言いますと、今回のポイントはこのチュンです。はい、チュンというのは3つ集まれば役牌になりますので、ポンね、他の人から出た場合ポンしていくことも結構あると思います。するとポンした後ですね、はい、この後の形が重要になってきます。というのも3を捨てた後チュンをポンすると、はい、さらにここから何か捨てないといけなくなってしまうという話なのですけども、この後9を捨てたりとか2を捨てたりするとやはり牌が余ってしまいます。はい、3を残しておく、おいて先に2を捨てた後、先ほどと言ったようにチュンをポンしたとしましょう。するとどうなるかというと、チュンをポンした時また2を捨てることになると思いますが、この残った形ですね、はい、この残った形がすごくいい形です。というのも3もポンできる、9もポンできる、両面待ちもいっぱい残っている、なんならここのチーマンのペンちゃん待ちも残っている、ね、全てに対応することができます。はい、ですので今日のポイントはポンをした後どうなるかというのが、今日のポイントとなってきます。ですのでポンした後いい形になるように皆様麻雀の手作りをしていくと非常に上がりやすくなるんじゃないかなと思いますので、実践でも試してみてください。というわけで本日の講座はここまでとなります。チャンネルのご登録、高評価、通知もオンにして今後ともよろしくお願いいたします。